皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、スターオーシャン5実況プレイのパート18やっていきたいと思います。こちらですね、もうすでに何回か撮影してるんですけども、なかなかこううまいこと撮影できなくて、前回、コーデックを少し入れ替えたりして対応したんですけども、結局訪れが発生したりして、いろいろとねアマレコ側の設定も調整してみたんだけど、今回は大丈夫そうだな。うん、処理速度よりも動画自体のね圧縮の方をね優先させてみたんですけども、ちょっとそれでメモリが使われてたのか何なのか、そういったことがねなんか調べてみたら分かったので、よしこれでねやってみたいなと思います。多分今回は大丈夫でしょう。で早速ね応戦に挑んでみたいと思います。見た感じ結構調子いいね。でここでボス戦リビングアーマーゴマラ、実は1、2回戦ってるんだけどね、とりあえず普通に戦います。で回復しなかった。敵がとにかく強いので、確保キーハーかな。まあ一体引き受けて、フィオーレの魔法がね受援術が結構効くみたいなんで、多分光属性とかに弱いのかな。前衛は一応なるべくこうこいつの後ろを取れるように移動するにね心がけたいと思います。一気にダメージを与えられている。いいね。ライトニングブラストがですね結構効くんですよ。これが耐えられるな、耐えてみせろ。ヒリアルブラスト、よしまず一体、あと一体は集中砲火で、で、出てガードは速攻で潰されるな。ほい、ほい、はい、くらえ。一体だけでになったらある程度いける。へい、おっと、くらえ、もうちょい、やべ、もうちょい、くっ、お、今回は撮影調子いいな。うん、なるほど、設定変えたらこんなに楽になるのか。まあそれでもねやっぱり早いとこ PC を買い替えた方がいいな。多分この動画が公開されてる頃には新しい PC 買って撮影してると思うんですけども、多分多分時期的にねどうかな、10月公開分までは多分このパソコンでやることになるかな。このパソコンもね一応コア i7 積んでて、そこそこ今まで使ってきたパソコンに比べるとねだいぶいいパソコンなんですけど、バトルスキル違うな、習得の方か。おレイズデッド蘇生の術ですね。
覚えましょう。空破山、空破山使おう。よし、 OK。 今日は順調に撮影ができそうだ。やった。ちょっとこっち何かあるか見てこよう。あ、大丈夫だ、あれだけか。イエス、はい、合戦が終わったからね。無用者の攻撃よ。あ、まあ今までも容赦しなかったか。何の遠慮も容赦もしなかったか、ここに来るまで。ああ、絶好調絶好調。なるほどね。あの今まで、処理速度を優先する設定にしてたんですけども、コーデックの方のね、あのそれをやっぱ圧縮の方にしたらね、良くなりましたね。あのどうやら処理速度はそもそもある程度なんだろう、あまり重くならないようなプログラムになっているということなので、あまり気にしなくてよかったみたいですね。まあそれも PC スペックにもよるのかもしれないけども、まあ圧縮効率の方を優先しても問題ない程度には性能あったわけだから。パソコンイーストトレクールの西側だ。他の部隊とはそこで落ち合う計画になっている。なるほど。とりあえず休養がしたいんだが、ここまでそんなに補給とかもしてないからね。とりあえず回復アイテムで回復しておこうか。買い物だけはしっかりしてきててよかった。こっちかな。よし。あのやっぱね、プレステ4のゲームだとやっぱりそう、こういうなんだろう、動作、激しい動作が起こってる最中にそういったなんか処理落ちみたいなのがしやすかったんですよね。まあ駒送りのあれがすごすぎて多分処理が間に合わなかったのかもしれないね。あ、今そこで回復したけどさ、そこにもしかして補給地点あった？あったっぽいな。まあいいか、お金もいくらか貯まってるし、やっぱり補給できるんだ。お金もあんまり使いたくないんだけどもね。蘇生アイテムはマックス持ちしてるから、まあいいか、なんとかなるでしょう。じゃあ合流ですね。あれ、ん、いいのかな。ん、誰かに話しかけるの。イベント始まったかもしれない。回復ゾーン。戦闘配備。あ、くそ。光る筒についてだが使わせるな。ん？使われたら気合で避けろ。光る筒は確かに脅威だが、数が揃わなければどうということはない。我らは戦略的に優位に立つ。そのための奇襲だ。この奇襲の成功なくして本体の勝利はない。では各部隊速やかに配置につけ、これより相当のヘビ作戦を開始する。全体突撃。相当のヘビ、なんか挟み撃ちにでもする作戦だったっけか。いや、回復もしてきたしセーブもしたし、いつでいい、まだいけないの。メンバーイン、あのビクトルの部下さんたちが協力してくれるのね。了解した。じゃあよろしく頼むよ。すごいね、大人数だ。行くぞ。ブルネリ殿、フィレル、ミキ。よし、行こう。もうなんかいろいろ回避要素あるな。ここだな。今助けるぞ。あ、温存した方がいいかな。ボス戦とかあるかも。
なんか敵軍のこうリーダー的なね、連中と戦うためになるかもしれない。ほい、よいしょ。宝箱が欲しい。スタングレネード、そんなもの使うんだ。お、おや、どうして？リリアは戦闘が終わってから今こちらを助けないと話しにくいだろうな。だそうだ。敵の勢いが弱い。まさかまさかのエマーソンとアンナがね、リリアはさだわれてしまったとかね、言いづらいっすよね。どうしようかな。 HP となんか耐性つけたか。あ、ちょっと拾った。ライトニングも強い。あれ、あと何拾ったっけ。ん、あとなんか拾わなかったか。気のせいか。よし、宮崎スノーかな。今助けるぞ。戦う必要ないのかもしれないけど、まあ一応経験値も欲しいし、真面目にね戦いに参加しましょう。いや、全体回復ありがたいな。ロール解放 OK。 ロール、なんだなんだ、ガーディアン、いいね。ガード成功時の被ダメージマイナス 20%、 被弾を受け流して被害を軽減する。いいね。そういうのはやっぱりビクトルさんな。そうだ、つけたけど、なんかどうしよう。もともと何つけてたっけか。いや、レイヴンとかなんかこう、なんかキラ系つけてあげよう。はい、適当だ、本当適当だ。こっちが、あ、開けられないですか。じゃあいいや。何やってんだ。敵はちょっとしかいない。こっち、なんか見送れるといいな。よし、いで、ほい、雑魚なんだ、いで、ほいほい、まず厄介に絶しよう。あれ狙いを、あ、そしたいか。オッケー。兵士たちまで一緒に。で、よいしょ。なんだあいつ。おう。もうすぐ先生たちが来る。それまで少しでも敵の数を減らす。ビクトル隊長、援護さん。自分の本気見せてやるっす。いいね。早く戦いを終わらせてしまおう。これならいけそうです。うん。ほい。
さあガンガン倒すよ。せっかくね処理がちゃんと追いついて駒落ちとかしないようになったんだからガンガン戦わないと。よしよしよし、いってれ。デルスル様、このままでは挟み撃ちにされます。今回は勝ちにしといてやる。野郎どもずらかるぞ。お、敵が引きましたね。メンバーアウト。よっしゃ、新しい剣術指南書も手に入ったし、あれはなんだ、初めて見たやつかな。約束はどうした。すまない、そりゃ怒るよね。なんで殴らないの。だったら私が。どうして、なんでよ。この人たちを殴ったって何も解決しない。拳が痛いだけだ。結構冷静だな。これからどうするの。彼女は我々が想像していた以上にクロノスにとって重要な人物だったようです。しかしお話しした通り、我々は船を失い、リリアさんの所在も分かりません。結局何もできないのか。リリアさんの救出は我々連邦にとっても重要な案件となりました。リリア奪還は手伝ってもらえるんですね。無論だ。しかし手がかりが。あれもなくしちゃったの。船と一緒に。あれと。爆発した研究所で何かいろいろ探っていたでしょ、その時のデータ。ああ、自分としたことが見落としていました。どうやら俺もだいぶ混乱していたようだ。手がかりはあるかもしれない。早速紋章研究所で入手したデータを漁ってみます。どのくらいかかる。 1,2 時間ください。絶対に何か見つけてください。必ず。じゃあ後でまたこの部屋に集まろう。状況が許す限り私も手伝おう。ありがとうございます。よかったよかったよくはねえけどさ、早くリリーを助け出して安心させてやらないと。別の機関とやり取りしていた通信データが残されていました。どういうことだ。やり取りするには相手が必要だろう。なるほど。あの研究所の他に少なくともあと一つ敵の拠点が存在するということか。そこにリリアが。確信はない。しかし調べてみる価値はあると思う。新たな情報を得られる可能性もあるしな。ですが場所の特定ができていません。手があるんだろ、説明してくれ。はい。クロノスの機関技術は紋章科学だと思われます。紋章科学。私たちの世界には紋章術と呼ばれるこの星の受印術に似たものがあります。それを科学的に分析し体系化したものが紋章科学です。どうやらクロノスは我々よりはるかに進んだ紋章科学を身につけているようです。アンヌたちでも分析しきれない。残念ながら私から見れば君たちも十分万能に見えるのに。基礎になるデータベースが存在しないので我々では解析できません。それにこの星の受印術もかなり高度です。そうなの。もし仮説が正しい場合、受印術によるエネルギー波を解析しクォートスキャナーに機械学習させればクロノスの紋章科学ベースの装置から漏れている何らかのエネルギー波を感知できるかもしれません。フィオレさん、あなたの持つ受印術の知識を全て提供していただけますか。同じ研究者から言われたら無言でケリの3発もお見舞いしてやるけど、リリアのためなら喜んで。ありがとうございます。私の知識で新しい世界が開けるかもしれないなんて
むしろワクワクする。ではフィオーレさんの受印の知識を記録し、その後解析と学習を行います。ですがデータの量によってはかなりの時間を要する可能性が。こればっかりは仕方ないだろう。どのくらいかかりそうなんだ。一晩もあれば。おそらくは一晩も。船があれば一瞬なのですが。そう焦るな、うん、今日はゆっくり休んで明日また集合しよう。メンバーアウト、フィオレットアンネル。ちょっととりあえず街の中見ていこうかな。回復とかはしてないけど、まあ、とりあえずね。こいつ何？もうトレクールについてんのか。あ、イーストトレクール。敵国だけど大丈夫？まあいいや。支給。おお、強いけど高い。高いな。一応買えるだけ買っとくけどさ。あ、これな、見た目が反映されるわけじゃないからな。高いな、防具買えないじゃん。なんかこう楽にこう装備、ね、お金とか調達できる方法があればいいんだけど。一部キャラクターの分だけでも優先して集めとこう。間に合わなかった。間に合った。まあいいや。装備変更。結局な、売るときそんなにこう高くないんだよな、やっぱりな。ライオ、あ、ライオって遊びできるんだ。お、やった。全然装備はね、強くないけど、いや、一部キャラクターがしっかりしてれば大丈夫。ごめん。そのままか。なんか作れないかな。ダメか。なんかこう素材が集まれば作るような雰囲気のあるものもあるんだよね。いや、じゃあ今回はここまでにしておきたいなと思います。多分これから宿屋の受付に行けば、まあ話がね進むんだと思いますけども、まあ、ここクエストか。ヒールユニット5セットって難易度高っ。いや、受けるだけ、受けるだけ受けるですよね。まあいつか一気にねクリアできることもあるんじゃないか。そこまでやるかわかんないけど。じゃあここでセーブしてみます。いや、ちゃんと撮影できてよかったな。
頑張って方法調べたんだよそしたらこんな方法でクリアできると思わなかった。はい、とではスターオーシャン5実況プレイのパート18、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。